猫図の趣味部屋へようこそ。今回はね、久しぶりに一番くじ引いてきました。はい、今回は、ちゃんと引けました。はい、ということでね、ちょっと引けたものをね、ちょっと前半後半とね分けて取りたいと思います。前半は引けて当てたものの紹介で、後半が、そのものの、開封動画ということでいきたいと思います。はい、ではね早速、いきましょう。はい、とりあえず当たったもので一番最下位から、ご紹介していきたいと思います。まあ、何回やったかっていうのはね、ちょっとシークレットでお願いします。はい、ではね一番最下位が、相性のクリアファイルですね。こちらをちょっと見ていきましょう。はい、こちら、はい、相性クリアファイルで全8種でなんとねうちシークレットが1種あるっていうね、すごいよね。2枚入りなんだけど1種のみ1枚入り特殊印刷って書いてあるんですよ。これ珍しくないですか。クリアファイルなのにブラインドみたいな感じなんですよ。何が出るかわからない。これ何気にあれなんですよね、ワクワク感もあるっていうね、なかなかやるなっていう仕様になってますけどね。まあ、久しぶりに、色紙じゃなくてね、クリアファイルっていうのもね、ちょっとあれですけど、まあ、賛否分かれるかもしれないんですけどね、こちらがね1、まあ、いくつ当た、いくつ引いたかってね、はい、1でしょ、はい、2、3、4、5、6、7、はい、ということでね相性クリアファイルが7個当たりました。はい、いやーまあ出るよね、最下位賞だから。いやーこれはねまあ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 シークレットが欲しいなっていう感じはありますけどね、まああとは身勝手の極意の悟空とプロリー、はい、という感じですね。はい、では次の賞が H 賞ですね。はい、H 賞はスクエア小皿ということでね、はい、どういう感じか見ていきましょう。こういう感じ、 H 賞スクエア小皿、全6種、いずれか1種が入っているということで、これも、ブラインドですね。はい、炭式、これ好きだね、この炭式のねあれね、結構評判いいのかな、まあ、かっこいいけどね。まあ、これの欲しいのはねもう身勝手の極意かブロリかロゼかビジット、はい、って感じですね。はい、これが、1個、2個、以上です。意外にね今回の引きで小皿がねなかなか出なかったんですよ。よかったと思ってね、いや良かったのか分かんないけど、スクエア小皿これ、H 賞が2つですね。はい、とりあえず当たりました。はい、続いてが、G 賞の、湯飲みですね。はい、こちらは 全4種なのかな、まあちょっと、見ていきましょう。自分がねもらってこれはね選べたんで、もらってきたものを紹介していきたいと思います。まずね1個目、G 賞湯飲み、全4種、はい、の、ベジータ柄、ベジータ柄ですね。ほこり、ほこりっていう漢字が使われてます。はい、デザインはこういう感じですね。これもまた炭式ですね。はい、はい、これが、まず1個で次、はい、ツイートなるように、G 賞
悟空ですね。悟空ブルーをもらってきました。こっちは神。いいね、神。すごい。デザインはこういう感じ。かっこいいね。湯飲みっていうのがまた渋いね。これでお茶飲めってか。はい。で、続きが、はい、こちら。じゃじゃん。はい、ブロリー。フルパワーブロリー。はい、ここに、暴力の暴って書いてありますね。暴君の暴でもいいし。はい。いや、ブロリーね、これね、一番最初に当たった辞書で選んだのがこれなんですよ。はい。いや、ブロリーがね、残りこれ1個しかなかったんですよね。何気にブロリーがやっぱね、一番なくなるの早くて、店員さんもね、ブロリー人気なんですって言ってたけどね。うん。一番なくなってた。ラス1。うん。ブボー。はい。ということでね、以上よ、3点。もう1個がね、は出なかったですね。G 賞は3つ、当たりました。はい。で、選べたので、これとこれとこれっていう感じでね、選ばせてもらいました。はい。で、続いてがですね、何気に欲しかった。はい、こちら。F 賞スマホスタンド全一種ってことでね、フリーザ様のスマホスタンドが当たったんですよ。これ何気に欲しかったんですよ、スマホスタンド。こういう風にね、スマホを置けるっていうね、うん。いや、これ何気にすげえいいなと思ってね。これが何なんだろう、ワンロット5個ぐらい入ってんのかな。これが当たりましたね。これは良かった。うん。欲しかったやつなんでね。はい。はい、こちらがね、1。以上です。はい。F 賞はね、さすがにそんなポンポンいっぱい当たるもんじゃないんでね。ロット数、個数的にね。うん。なので、1個。はい。続いて、でからですね、フィギュア賞ですね、何がフィギュア当たったか、こちらを、ご紹介しましょう。ね、フィギュア、まあどれもいいんですよね、今回ね。うん、どれも欲しいなと思うものだったんですけど、当たったのがこちらです。じゃじゃんと、はい、 A 賞スーパーサイジン4ゴジータフィギュア、はい、こちらがね、当たりました。いや、すっごくないですか。結構自分では引きが良かった部類に入るんですけどね、こんだけやって。うん、まあ、A 賞はね、2つあるんですよね、ロットに。なので、当たりやすいっちゃ当たりやすいんだけどね。うん、いや、これはね、欲しかったうちの一つでもあるんでね、うん、楽しみですね、開封。はい。ということでね、A 賞が、まあ、一番上かと思いでしょうが、実はね、この上があって、はい。ドッカンバトルコラボ賞っていうのがあったんですよね。こちらもね、ワンロットに2つ、入ってますね。これがね、超欲しかったんですよ。4周年アニバーサリーフィギュア、スーパーサイジン4孫悟空ということでね、ドッカンバトルっていうアプリゲームの、コラボですね。それの絵柄のポーズを決めてる、スーパーサイジン4の悟空ですね。いや、これもよすげえ良さげなんだよね。こういう風にね、なんかジオラマチックになって、ドッカンバトルって、うん、ね、
ームプレートもついてますね。でこれ何がね、一番欲しかったかっつったら、この後に、プライズで出るねベジータがあるんですよ。これと一緒に並べられるっていうので、ね、そうなっちゃったらこれは絶対ゲットしないとダメじゃんっていう話ですよね、うん、このベジータ超欲しいんで、並べるためにこれは絶対欲しかったんで、当たるまでやろうと思ってやったんですよね。で結局回数的には15回です。はい、15回でフィギュア賞が2個出てたんですよ。自分としてはもう圧倒的運の強さですね今回は、うん、いつもは引き運は最悪なんですけどね、10回打って1個もフィギュア出なかった時とか普通にありますからね。いや今日は運が良かった。はい、まあベジータ超いいよなこれ。でもプライズと同じレベルってことを考えるとちょっと不安はありますけどね、うん、どんぐらいの仕上がりなのかっていうのはね、うん、まあ、並べるからにはやっぱ同クオリティになるわけだから、まあ見てみないと分かんないね。楽しみですね開封がね。はい、ということでね、今回は15回、一番くじ引いてきて、2つ、上位賞ということでねフィギュアもらってきました。いや今回は本当にね、自分っていうのもなんですけど運がいい方だったなと思いますね。はい、まあ他のね、悟空とかベジータも欲しかったけどな、まあ機会があればちょっとね状況見てまたやりたいなと思います、まあ、とりあえずね、前編は、当たったものの紹介ということで、この段階で終わりたいと思います、次回は、この2つ、まあ他のやつもね、開封していきたいと思います。ですので、この機会にねチャンネル登録、またね、いいねボタン、グッドボタン押してください。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。